今回の、震災ですけれども、未曽有の被害っていうことが言われてますが、まだ私は震災終わっていないというふうに考えています。それは一つは原発事故が収束してないっていう問題、それからまだまだ余震が続いてます。で、そういう中で仮設住宅に入った方々が、今冬になりましたけど、かなり寒い状況で、防寒、あるいは防音という点でかなり粗悪な、住居になっておりまして、そこで、病気になったり孤独死を遂げていく、残念ながらそういう事態が、生まれ始めてきているということありますけれども、実は11月の19日に、気仙沼の方に、行きまして、ちょうど震災8ヶ月後というような、ところでありましたけれども、これが漁港付近にある水産加工一角なんですけども、またこういうものが、ね、残ったまま、後ろは瓦礫です。で、8月に行った時とほとんど変わってません。で、これはその付近なんですけどね。で、住宅もこの辺にあったんですけど、ここは地盤沈下を起こしまして、で、地盤沈下をかさ上げをしていかないと、工場も住宅も再建できないということですね。で、その予算も第3次補正でようやく決まったところで、これから土地利用計画どうするかっていうことなんですけれども、工事をやって再建投資をするっていうためにはおそらく2、3年かかるだろうというようなことでありまして、現地の方が大変苦労されているということでした。で、今回の震災復興にあたって、民主党政府のところが最初は菅政権だったわけですけれども、で、そのところで復興構想会議ってものが作られました。で、そして基本方針ってものを定めたわけですが、そこでのフレーズはこの創造的復興っていう考え方です。で、これは阪神・淡路大震災の時と同じ考え方で、これまでと同じような形で復旧復興してもダメなんです。再び東日本大震災でやっていいのかどうかということが、私にとって大きな問題点として考えられたんですね。で、加えて今回はこの TPP、今日のもう一つの主題です。復興政策を開かれた復興にしなければならない。で、菅内閣が発足して、そして11月の段階で、昨年ですね、TPP に参加するかどうかということで、協議を閣内で開始する。というようなことを発言しました。そして震災前にですね、6月までに入るかどうか、そして消費税増税も含めて決断をするんだということを言っていたんですね。ところがその後に震災が起きたということで、一旦ストップしたんです。で、ところがですね、4月ぐらいからもう一度この TPP を推進していく、消費税増税を図っていく、道州制も東北全体が被害を受けたわけだから入れていく、あるいはその他の市町村合併も進めていく。実はこれは、小泉構造改革、期にやり遂げられなかったテーマなんです。で、これをですね、震災を機にして構造改革をもう一回やっていこうという路線にですね、変わっていくんですね。で、さらに野田新首相、この夏に、新しく政権つきましたけれども、明らかにも増税と、TPP 参加、これをですね、財界の全面的な、支援を受けて推進していこう。国民世論で、だいぶ反対意見が、出たわけですけれども、それにもかかわらず、先月 APEC の、ハワイでの会議に合わせて参加協議の開始を表明するというような、ことになったわけです。私はですね、この、今回の復興に関わる政策について、単に東日本大震災地域だけの問題ではないんではないかというふうに考えています。で、おそらくこの西日本地域も含めて、その将来を決めていくんではないかというふうに考えているわけですが、ここで大きく4つの点を挙げています。1つはですね、先ほど言いましたけれども、一部の多国籍企業、グローバル企業というふうに言ってますが、それとか今回23から25兆円ぐらいの市場が、
作られていくと考えています。そういうところに鵜の目鷹の目でたかろうとして続行ビジネスがあるんですね。でそういうその企業のための経済的利益というような形にしていくのかね、あるいは一人一人の被災者が一番の、その何て言うか困っている方々です。で被災者が今回避難されている方で30万超えてますの生活再建と、もう一つは被災地域のですね再建をどうするかということこそが一番大事なことで、生存権と人間らしい暮らし、当たり前のことです。でこれをですねいかに再建していくのかっていう新しい福祉国家、と言い方をここでしてますけれども、そういうものを作るのかっていう、そういう対立軸があります。でもう一つがやはりエネルギー政策をどうするかということで、原発を安全だということで推進してきたこれまでの政策が極めて問題だったということが今回の事故によって明らかになっているわけですね。でこれに代わるここではですね、小規模分散型というのが言いました。ソーラーパネル構想、ソーラーメガソーラー構想とかって、大規模にそのソーラーパネルを並べていくっていう、そういう拠点開発型の構想が出ているわけですが、それでは私は、ダメだと思うんですよね。むしろ、農産村にあるその、バイオマスエネルギーとか小型水力とか、そういうローカルエネルギーってものを活用することで、地方や地域においても雇用が生み出されて、そして、その自然エネルギーを使える、こういうような技術開発がですね必要ではないかっていうこと、これが2点目ですね。で3点目には、東京さえですね豊かになればいいっていうのがこれまでの経済政策の、ポイントでした。これは国土政策になってました。でも今回の震災っていうのは、その東日本大震災の被災地域はほとんど三陸地域、それから浜通りっていう原発地域ですよね。でそうすることですね、例えば工場の生産が、震災地域工場、部品工場が、それが、被災をしてしまって、できなくなってしまう。あるいは食料や水や電力が入ってこないということで、東京は大きく麻痺をしてしまったんですね。しかも被災地域の多くは産業交代地域でした。でそこで高齢化が進み、さらに人口の加速が進み、さらに医療崩壊という現象もあったんですね。病院の数が人口当たりで大変少ないところなんです。だから、被災をした後のカバーも大変、難しかった。まあ、こういうところで、復興が厳しい状況が出て、まあ、これはこれまでの東京一極集中型の経済構造が、もたらした問題ではないかと思うんですね。でそれからもう一つが、国や地方自体を同州制、あるいは、同州制にする場合には、例えば京都府っていう単位をなくするわけですね。でその際に府に関わる仕事の一部をですね、宇治市とかが、受け取る必要があります。だとしたら人口30万人する必要があるところで、宇治市だけじゃなくて常用とかそういうところを含めた合併が必要になってくる。これを震災を機にしてやっていこうじゃないかって話が出てきてるんです。でこういうような形ではですね、実は被災地を行きますと、合併をして周辺部になったところほど、安否確認が遅れる、救援物資が遅れてしまう、こういうことが起こってきてます。なぜかって言ったら役場がなくなってしまいます。職員がいませんの でしかもクロス人事で本庁していてる人がやってきて、一体どこのどういう地域どういう人がいるかわからないわけですね。でさらに復旧復興計画が作れない、そういう財源も、権限も認めていないわけです。でこういうような、ことで、むしろですね、小さな自治体、これをしっかりと作っていくってことで、その国土の、その防災、こういうものにですね、貢献できるのではないかと思うわけですけれども、まあ、そういう中でなぜ突然 TPP なのかっていう話です。で、TPP は、そもそも、GATT 協定の24条に規定されています、FTA、自由貿易協定の一種なんですけれども、もともとですね、自由化を進めていこうってことで、アメリカを中心にして WTO、これを作っていこうっていうことをやり、これはできます。でけれどもこの WTO だけではですね、自由な、商品だけじゃなくって、その資本の移動、人の移動がうまくいかなかったんですね。でそこでアメリカを中心として、個別、相手国との交渉で自由化をしていこうということで、自由貿易協定方式 FTA を推進していくということになります。で2国間あるいは多国間で、行っていくことになりますけれども、ただこの FTA ですね、例外を認めてます。例えば先日大きな話題になりました、
米韓 FTA の場合、お米を例外規定しています。で、そういうこともできるわけですけれども、TPP は、実はこの、即時の例外なき関税撤廃 FTA と言われてまして、そういう例外を認めないような自由貿易協定です。で、しかも最初はですね、TPP-P4 っていう4カ国が2006年に、発足させたものでありますけれども、シンガポール、ニュージーランド、チリ、ブルネ、ちっちゃな国が実は多くて、総人口2640万人います。で、こういうところで、自由貿易協定があったわけですけれども、そこに目をつけたのがアメリカの、オバマ、政権であったんですね。で、日本の方も、菅政権、実は政権を取る前まではどちらもですね、2008年のリーマンショックの後の格差と貧困の中で、生活第一とかチェンジっていうものをですね、掲げて政権を取ったんですけども、いずれも実は支持率を急降下させていたんですね。で、最大の問題は経済問題です。で、特にアメリカでは雇用問題でした。で、これを何とかしなければならないということで、再選を狙っているオバマさんはですね、昨年1月、大統領の一般教書演説で国家輸出イニシアティブ発表をします。で、これはですね、5年間に輸出を倍増する。で、雇用を200万人増加させるんだ。っていうことを計画として打ち出していくんですね。これで支持率上げようとしたわけです。で、そこで、目をつけたのが、この P4 なんです。で、ここにですね、オーストラリアとかペルーとかベトナム、そしてマレーシアをまず含めて、参加交渉会議、拡大をしていこうっていう会議を始めていくわけですけれども、もう一つアメリカの狙いとしては、アジア太平洋地域において中国の方は、ASEAN プラス3、日中韓、ここで、自由貿易圏を作っていこうということを早くから打ち出していたわけですね。で、この中にはアメリカ入ってません。で、これが先に行ってしまいますと、アメリカをですね、市場を失ってしまうかもしれない。というような、ことで、背後にはですね、アメリカの企業連合、TPP のためのアメリカ企業連合っていう、組織ができておりまして、これには、アグリビジネス、カーギルとか、あるいは、ドールとか、そういう、資本ですね。それから、軍事資本、電気資本、IT、通信、金融、そして製薬、薬です。これもかなり大きな問題を、生み起こしてくるわけですけれども、アメリカの、製薬あるいは病院産業自身は過剰供給状態だったんです。で、海外に進出をしたいっていう欲求が非常に強くって、特に製薬関係でいきますと、現状日本でいきますと、日本でもう一回試験をやった上で安全かどうか確認してから初めて使うわけですけど、それがダメだって、アメリカで、その認められたらそれで使ってもいいじゃないかっていうような考え方です。で、実はアメリカにとって先ほどの、輸出を増やそうってことを考えると、2000万人台の規模ではダメなんです。当然、売り先が必要ですよね。で、それは最大市場は日本なんです。GDP っていう規模でいきますと、アメリカの、3分の1ぐらいの規模を持ってます。したがって、オーストラリアが入ってもこれせいぜい5%なんですね。で、売り先としてアメリカから見たら日本が一番大きな市場として考えます。まあ、そういう中で、ちょっと全体入れますけれども、TPP っていうのは、この、一番ちっちゃなところの枠です。で、日本と韓国、中国が枠、外に出てますけれども、東南アジア、諸国連合、これ ASEAN なんです。で、ここにプラス3っていうのが中国の構想というような、ことですけれども、ここにですね、その割って入って、こういう市場を作っていきたい。で、実は TPP の議論の中で、乗り遅れだとか、世界の流れだっていうふうな話がありますけれども、TPP に入っている国の方が実は少ないんです。で、そういうような、状況であるということなんですね。で、菅前首相は、先ほど言いましたけれども、2010年10月の APEC 首脳会議を前にして、なんとかこう TPP 参加以降、してみたいということを考えたわけですが、当時ですね、経団連あたりが随分強い要求をしてまして、で、そこで、これなんとかやりたいということであったわけですけれども、農林大臣自身が民主党内ですけれども、猛烈に反発をしました。で、そのために、この時の表明できなかったんですけれども、もう一つその時の議論の中で浮き出てきたものであります。日米同盟強化、沖縄米軍基地再編問題、武器輸出三原則廃止問題。なんでっていうふうに思うかもしれませんが、実はコバト政権、
鳩山政権時代にですね、基地問題でアメリカとギクシャクしてしまいました。で、それを修復をしていくっていうことで、日米同盟強化のための経済的担保を出す必要はあるのではないかって議論が出てくるんです。で、そこで市場を提供する。で、こういう形で日米同盟強化をですね、証を作る。こういうような戦略なんですけども、先日前原さんがアメリカに行きまして、同じことを言ってますね。で、ついで武器輸出三原則を、見直すんだ。で、そうすることで、その日本から、武器が輸出できるわけ。で、この武器輸出しているメーカーってどこかって言ったら、三菱重工、東芝、日立なんです。で、いずれも実は原発メーカーでもあります。原発の輸出も解禁していこうって話と、これは連動していきます。で、こういうような背後関係があるわけですが、もう少しですね、財界筋の TPP 推進論を見てみたいと思いますが、こういうことを米倉経団連会長が、文藝春秋の、今年5月号に書いてます。日本が国際社会という共通の土俵で競争力を発揮していくためには、今こそ真に開かれた国になることが大切だ。それゆえ、日本経済復活のために政府に求めたいのが TPP への参加である。というようなことを言い、震災で TPP 論議が止まっていること、これに対してクレームをつけるというようなことなんですけれども、4月22日に、信濃毎日新聞っていう新聞に、竹中平蔵氏が登場しまして、大変分かりやすい議論を展開していました。これを、ここでは引っ張ってきましたが、TPP 交渉の議論を先送りするのではなく、今こそ TPP 対応型に農業を復興するという発想が大事と。具体的には農地を集約し、民間の資本が農業分野に入っていけるような農地法の改正、流通経路などで独占状態となっている農業協同組合の改革を進めるべきだ。これは震災復興と一切関係ありません。実は、TPP 論議をしながらですね、農地法の改正とか農協の金融解体を考えていたんですね。それを河野さんやるべきだっていう話を持ち込んでくるわけですね。で、そして、ふるさとを復元したいっていう心情は理解できるが、農業や水産業では震災前と同じように復元するのは難しい地域もある。この一気に市町村の合併を進めて、強力な自治体を作る必要がある。仙台に復興本部を設置して、道州制に踏み込むのが理想的だ。で、全体状況を良くなるためには、クールな目による構想力が必要だ。だからこそ、痛みを超えてやっていこうと指導者が発信しなくてはならない。またもや痛みを超えてやっていこうということなんですね。小泉構造改革のフレーズです。で、ここで全体状況を良くなるために、ここが私は大変気になります。日本経済全体を良くなるために、あるいは一部の多国籍企業が業績回復をするために、あるいは東京経済を良くなるために、痛みがあっても仕方がないんだ。で、この痛みのある地域、どこかって、私は被災地だと思います。先ほど最初出しましたけれども、8ヶ月経ってもですね、生活のめどは立たないです。で、こういうような形で、展開してきているのが、今の状況ではないかと思うんですね。で、ここからはですね、この間言われてきた、TPP に関する議論との関係で、少し検討してみたい論点がありましたのを取り上げてきました。一つはですね、TPP 問題は、マスコミでは農業だけの問題のように取り扱われてきました。実は全くのこれは誤りです。で、この TPP 交渉では、24分野で交渉がされてまして、その一部が農業です。あらゆる工業製品、特に医薬品関係は飛び抜けてます。かなり重視してます。で、そして、サービス関係もすべてです。この中に金融が入ってますが、例えばですね、日共債ってありますね。共債。これがアメリカの金融資本から見たら、閉じられた市場である。参入の障壁だっていうことで、これを解除するようにずっと言ってきたんですよ。で、これも、この中に入ってくるわけですね。で、あるいは投資の自由、ない移動。労働です。で、今日本では、福祉介護関係で一部、認めてきてますが、かなり厳しい状況に、なってまして、なかなか合格者出ないということも問題になってますよね。もっとこれは、ハードルを低くすべきだという議論が当然出てきます。で、財界の方からはですね、もっと、普通の労働者に関しても自由に労働力移動できるようなものにすべきだ、後で出てきますけれども、そういう議論があるんです。で、そして衛生植物検疫、これが日本の場合大変厳しいですよね。食品安全規制とか、これも、その関税引き下げたとしても輸出できないじゃないか。これを、もっと低くすべきだ。というような、ことを言っています。建築安全基準もそうです。
こういうようなことも撤廃しなさい。あるいは紛争解決。多国籍企業から見たらですね、輸出とか進出の障害になっていると思われる制度とかあった場合には、これを告発できるんです。多くの場合、大体多国籍企業が買ってます。で、こういうようなこともありますし、政府調達。これ、兄弟にも関係します。国とか地方自治体、独立行政法人がですね、調達する際に、国内企業と TPP 参加企業は同列に扱う必要がある。対等なの。だから、例えば地元の経済を振興するために優先発注しますよっていう、そういう仕組みが今、地方自治体取ってきてるんですけれども、これは取れません。で、こういうようなことがですね、議論の24分野に入ってきてるということですね。で、したがってですね、TPP っていうのは、農林水産業よりも、はるかに広範囲、特にですね、労働分野での外国人労働力の輸入自由化とか、あるいは各種労働安全、規制の緩和、国や地方自治体の公共調達の開放を迫っているものだ。というふうに、理解することはできます。それ本当かと思うかもしれませんけれども、菅首相の所信表明演説と、米倉経団連会長の談話を、ここで引いてきました。開国の具体化は貿易、投資の自由化、人材交流の円滑化で踏み出します。このため、包括的な経済連携を推進します。ですか？貿易、投資の自由化、人材交流です。これは労働力の移動の話です。で、経団連会長、これ2010年だと思いますね。失礼。日本経団連の米倉博正会長は8日の記者会見で、日本に忠誠を誓う外国からの移住者をどんどん奨励すべきだ。すごい言い方してます。で、人材の移動が自由化される TPP への日本の参加を改めて促した。米倉会長は将来の労働力が足りず、需要を作り出す消費人口も減る。というような形で、移入を促進するための手段として TPP に期待をかける。まあ、こういうような、ことに、なっているわけですが、実は TPP 自体は今かなり難航しています。で、国内の各、例えば酪農関係でいきますと、ニュージーランドは出したいんだけれども、アメリカは入れたくないっていう業界団体の、対抗がありまして、そう簡単に、まとまるとは考えられませんけれども、実は TPP は仮に破談になったとしても、国内において行政刷新会議のところで規制改革の、今見直しをずっとやってまして、国内法として、障壁を、低くしている。こういうことが始まっておそらくいくだろうと考えます。で、それは重点分野は先ほどの農地法とかの農業、そして医療、人なんです。で、製薬関係だけじゃなくってアメリカからの要請としては、対日要望事項として出てくるのが、株式会社経営の病院を日本で認めてません。アメリカにはあるんです。これを認めるべきと。で、そしてですね、混合診療。今、いわゆる国民皆保険制度で日本の医療は守れてますけれども、いわゆる医療ツーリズムを意識して、で、より収益性の高い、そういう病院経営もできるようにすべきだっていうことが言われてます。まあ、そういうことで、維持法の改定、こういうとも、こういうところもですね、おそらく連動していくことになってきます。で、まあ、農業については、平地で20から30ヘクタールっていう大規模経営なんですけども、京都でこういうことできるところありません。で、まず対応不可能というふうな、ことなんですね。で、さらにですね、平成の開国論とか、開国か鎖国かっていう議論がありますよね。まあ、これ自体極めて、おかしな議論です。今、小学生だって、日本が鎖国だってことを言ったら、笑ってしまいますよね。で、実は日本はですね、開かれすぎなんです。で、特に86年の、経済構造調整政策の結果として、日本はですね、輸入促進政策を取ってきました。で、結果的、先進国中最低の食料自給率、化石燃料自給率はですね、0% っていうふうになってます。農産物の平均関税率は、日本の場合 12% なんですね。EU の 20% よりも低いわけです。で、こういうことがかえって何を起こしているかって言ったら、これ、穀物自給率なんですけれども、これ日本なんです。ヨーロッパ諸国はこれ 100% ないんです。食料安全保障と国土保全のために、イギリスも含めて 100% 維持してるんです。で、こういう状態だからこそ、食料危機が起こってしまうんですね。さらに、石油エネルギーの 90% 近くを日本は中東に依存してます。
一番政情不安定です。だからこそリアクションが大きいんですよね。で、まあ、こういうことに加えまして、経済成長するには輸出しかないっていう考え方自体が問題ではないかと思うんですね。貿易っていうのは世界経済の単位で見たら、輸出をする金額と輸入する金額が同じなんですよ。それだけで増えるはずはないわけですね。何が経済的な価値を生み出すかったら、アダム・スミスが古くに言ったように労働なんです。労働こそ価値を生み出し、これを実現する市場って国内市場の大きいんですよね。60年代の後半の日本の高度成長期、何がですね、経済成長を果たしたかと計算していきますとね、輸出の依存度は、寄与率はですね、全体の富の押し上げ 14% じゃ過ぎませんでした。逆に原材料と輸入してますから 14% マイナス貢献してます。で、最大の要因はですね、勤労者の、個人消費、賃金が上がり、労働者の数が増えていく。それによって消費税が動き出して、設備投資も回っていく。これがですね、その大きな経済発展を促した力なんですね。ところが日本は今、賃金を安ければいいっていう考え方ですね。だからどん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 縮小していくってことになってるんではないかと思います。で、さらに輸出依存度が高まっていったら何が起こるかって言ったら、経済の不安定化です。これ経済白書から取ったものですね。これ日本なんですけども、どういうグラフかっていうと、自動車とか IT 製品の輸出に、依存度がですね、こっち行けば行くと高いんです。日本は一番高かった。で、これは縦軸何かあったら、輸出の減少率なんです。一番大きかったんです。だから派遣切りが横行しましたよね。その後工場閉鎖です。で、こういうような、ことになってしまいまして、経済はかえって不安定になってしまう。というようなことでありますけれども、もう時間があまりなくなってしまいまして、98.5% 犠牲論っていう、これ前原氏が言ったことですけれども、これは極めて問題のある発言ではないかと私考えてまして、先ほどの前川レポートの出発点は、実はわずか50社の自動車家電企業を生み出した貿易黒字でした。これが全体の 75% 占めていたんですね。ところが、それがですね、その中小企業とか、これ農業総生産額のですね、推移を示してますけれども、輸入額がこうなってしまいまして、生産額がどっと落ちてきまして、先ほどの、自給率が低下していくって話とつながっていくんですね。まあ、こういうことが起こった一方で、東京に本社ある企業がですね、海外に現地法人を持ってきます。そして輸出をします。その利益は、日本税と7割がですね、東京に戻ってくるんです。で、大阪もありますが、1割しかないんです。大阪都っていう形で張り合ったとしてもとんでもない近いが実はあるんですよね。で、こういうような形で何が起こるかって言ったら、東京周辺とか三大都市圏周辺のところで人口増えていく、そういう所得も仕事の場もあるからです。ところが白いところは人口減少地域です。わーっとこれが広がっていって、このほら三陸海岸地域浜通り、こういう真っ白状態だったんですね。まあ、こういうようなことこそがですね、問題であって、まあ、TPP 参加することによって利益を得るのは、おそらく今回も自動車とか IT 家電、部品を取引しているところ、そして原発とか輸出をするところ、ここは確実に、おそらく利益を得ます。で、けれどもですね、その利益は、これは経済産業省だったかな、内閣府の、調査で、大体ですね、せいぜい3兆円程度なんです。で、これに対して日本の、米を、保護するってことで、今の食料自給率を確保するために、個別所得保障っていうふうにお金を出したとして、一体どれくらいかかるかって言ったら、3兆円から5兆円なんですよ。で、つまり、貨幣計算という形でやったとしても、TPP に入ることで利益はほとんどありません。かえってマイナスなんですよね。で、しかもですね、アメリカっていうのは、農業所得 66% 補助金なんです。で、それで輸出競争力なんです。日本はわずか 26% なんです。で、こういうこと自体がむしろ問題される人なんです。日本の農業をもう少し支援をしていくというようなことがですね、必要ではないかと思うんですけれども、さらにですね、家計的な GDP だけでは割り切れないものなんです。国土保全効果とか、で、国民の健康や生存権を守る、こういう保障まで解除していいのかっていうことです。で、ここに、大きな問題があるのではないかと思いますが、地域経済そのものになっているのは、多国籍業ではないんですよね、どの地域も。圧倒的中小企業とか農家とか共同組合であり、大学とか、あるいは役場、市役所って公務の職場なんです。こういうところが元気に、その地域経済を作っていけるような、
仕組みにすべきではないかと思うんですけれども、結論ですけれどもね、TPP 対応型を震災復興してしまいますと、被災地はもちろんのこと、日本全体がですね、持続可能な形で維持することができなくなってしまう。産業も暮らしも。こういうことが起こってきますし、だからこそですね、農協だけじゃなくて日本医師会とか政協とか、そういうところはこぞって反対だっていうことで、ものすごい幅広い共同運動が今全国展開されてきています。こういうことをですね、さらに広げていくことが必要ではないかと思うんですけれども、被災地のところで少し元気になる話で紹介していきます。何もなかった気仙沼のところで、工場を6つ失った社長さんがですね、仲間の社長さんと共同で会社を作りました。ガンバーレっていう会社。で、地域のですね、誇りを大事にしようってことと、仕事を作ろうってことで、エンっていうブランドもですね、気仙沼ハンプっていうものを作っています。で、これが、その商品ですけどね、なかなか素敵な商品で、市沢ハンプを超えようっていうことで、気仙沼頑張れっていうようなことでですね、外の人に買ってもらいましょうっていうこともですね、考えてるんですけれども、実は、工業政策大学院2年生、一緒に今研究会やってまして、ここに調査行きました。みんな、ここで買い物してくれました。で、今ですね、気仙沼支援のブログを立ち上げて、情報発信してます。そういうようなこともですね、今行えてるっていうことで、参考文献として、まあ、私の書いた関係のものを挙げてきましたけれども、もう一つ、これね、ぜひ、アクセスしてみてください。ちょっと長ったらしい、はてな NEJP の中でですね、あるブログでありますけれども、非常にいい、素敵な記事がたくさん、入ってますので、よかったら見てください。ということで、大変駆け足になってしまいました。私の話をこれで終わります。ありがとうございます。